硬い。な、ダクネス、お前腹筋を鍛えすぎなんじゃないか？めぐみん、お前ももう少し凹凸があったらな。いや、それにしたって今日は一段と。痩せたのか？なんだよ、アクア。なんで、そんな顔してるんだ？ああ、なんだ、夢か。ねえ、行ってって。硬っ！なんだよ、ここ床か？道理で変な夢を見たよ。大体、なんで床で寝てる俺を誰も起こしてくれないんだよ。布団もないし。ん？空。あれ？おい、どこだよ、ここ。まさか俺、気づいてないうちにまた死んだのか？でも、エリス様もいないし、いつもの空間じゃないな。それにこの地面、舗装されてる？って、ビル？あれは飛行船？あの飛行船の文字、日本語だよな。それに、あそこに見えるのは、制服の少女たち！まさか、ここって。いや、でも、やっぱり、俺、日本に戻ってきたのか！一体どうして？いや、理由はどうでもいい！戻ったってことは、もう異世界で苦労しなくてもいいんだ！カエルに食われたり魔王軍に狙われたりしない、キャベツが飛ぶようなこともない！うわぁ！テンション上がってきたぞ！よし、じゃあまずは家に帰るか。ま、なんだこれ、ハリセンか？ずいぶんボロいな。でもこれ、あいつらへのツッコミに使うにはちょうどいいな。ダクネスにはご褒美になるけど。メグミンならこれ持って格好つけるのかな。そうだ、アクアは？ダクネス、メグミン、みんないないのか。そうだよな、あいつらはあっちの世界の住人なんだもんな。急な別れだったな。ちょっと寂しい気もするけど、まああいつらはあいつらできっと強く生きていくさ。よし、じゃあ気分を改めて家に向かうか。って、うわ、なんだこれ、ロボット？なんだよ、俺がこの世界から離れているうちに日本も随分文明が進んだみたいだな。なんだ、邪魔しようってのか。ふん、ちょっと浦島気分だからって時代に乗り遅れるカズマさんだと思うなよ。俺は異世界で巨大ロボットすらも相手にしてきた男だぞ。うお、向かってきた。なら、クリエイトウォーター。どうだ、電気機器なら水には弱いだろ。てか、向こうで使えた能力は戻っても使えるのか？おいおい、何やってんだ。清掃ロボを壊すなよ。ま、野外活動用の機械は水くらいじゃ壊れねえけどな。すみません。あんた、学園都市の人間じゃなさそうだな。それに今のって、また魔術関係のお客さんか？トーマ、この人ちょっと変じゃない？こんな魔術見たことないんだよ。な？ちょっと待ってください。魔法を見たことがあるんですか？というか、学園都市って何ですか？